30年ほど前、県議会議員に当選し政治家としてスタートした河井克行氏。すいません、ありがとうございました。初心忘れずしっかり頑張ってます。ありがとうございました。目指す政治家像について聞かれると、良識と高潔さ、この2つを兼ね備えた政治家、そういうふうな政治家になりたいな。本日は質問にあたりまして、実は原稿を用意してきておりません。本当の意味でいい未来を作っていこうという私なりの考えを河井克行流の言葉で表現させていただこうと思ったからでございます。当時28歳、初々しい姿が印象的です。その2年後、衆議院議員選挙に挑戦するも落選。3年後、2度目の挑戦で初当選を果たしました。一生に一度しかないことですからね、2回も初当選はないですから、まあ、しっかり頑張っていかなくちゃいけないなと。しかし次の選挙では前回破った増原義武氏に負け落選。最後の最後まで正々堂々良識のある戦いを推し進めてきたことだけは、3区内の多くの有権者の皆様方にもどうかご理解をいただきたいと思います。クリーンな選挙をしたと訴えた克行氏、決して選挙に強かったわけではありませんでした。その後、同じ選挙区の増原氏が自民党に入党したため、小選挙区と比例代表に交互に立候補するコスタリカ方式で、克行氏は当選回数を重ねていきます。ふるさと広島のために小選挙区の当選をさせていただいた国会議員として、死に物狂いで仕事をさせていただきたい。2001年、落選中の克行氏と結婚した安里氏。2003年の県議会議員選挙で浅南区から初当選しました。草の根ということを議員になっても必ず忘れないようにしていきたいと思います。政治資金パーティーでは夫を支える妻として客を出迎える姿も。さらに2006年には前の知事の後援会の裏金問題を議会で追及していました。この真実を明らかにすることだけが知事が生き残る唯一の道なんです。ご自身で説明責任を果たしているとお考えですか。1年生議員ながら強い口調で知事に詰め寄り、私から知事に辞職してくださいとは言いません。でも私ならもう辞めています。真実を明らかにするか、それが無理なら出直し選挙か。14年前の自身の言葉は今の安里氏にどう聞こえるのでしょうか。もう辞めています。一方の克行氏は2015年、総理補佐官に就任。自身の選挙でも負けることはなくなりました。河井克行をあの戦いで選んでよかったと皆様から思っていただけるような、そういう着実な仕事をこれからやり抜く決意であります。去年7月、安里氏は参院選に立候補し初当選。溝手先生をご支援された方も納得していただけるような、そんな国会議員に、参議院議員に私はなりたいと思います。翌朝のインタビューでは、好き嫌いとか個人的な関係で仕事っていうのはやることじゃないと思ってますので、それはもう女らしく
当選直後は持ち前の歯切れのいい話しぶりが印象的でした。これからが本番なのだから頑張りなさいと言われました。残念だったねということで、はい、やり方もうちょっと考えたらよかったかなと思いましたけどね。何かそれについて総理は勝之氏は当選7回目でようやく念願の大臣に就任。あまりの主人は私にメロメロになったということでございます。本当に草の根の戦いで、今振り返っても夢幻、奇跡じゃないかなと思えるような勝利でありました。しかし、およそ1ヶ月後、克行氏は週刊誌の報道を受け、法務大臣を辞任。夫婦揃って家中の人となりました。